ちら新しくできましたサンライズブルペン。さあ今水野コーチと話しているのが背番号15沢村です。今年9年目守護神として結果を出していきたい沢村です。昨シーズンは49登板1勝6敗防御率 4.64、 今シーズンは制球力を高めながらクローザーとして勝利の方程式担うことができるのか。右肩痛から復活しチーム最多の49試合に登板をしています。水野コーチのアドバイスを聞きながら投げ込んでいく沢村です。自主トレの時には少しフォームを変えながら投げ込んでいくと言っていましたが、このキャンプでそのフォームを固めて投げていきます。水野コーチと対話をしながら一つ一つ確認をしてよしと。ストレートスライダーなど織り交ぜながら投球をしていきます。今シーズンから新設となったこのブルペン、サンライズブルペン、このブルペンから日の出のような素敵な選手に育ってほしいという意味を込めて命名されました。先日もブルペンでは原監督から体重移動の時間を長くとアドバイスを受けた沢村です。トレーニングをして何かまとめていると一回り大きくなったような沢村博一の姿があります。このミットに入るバシーンという音、力強さを感じる沢村の投球です。スプリットと今声をかけてきました。150キロを超えていくストレートとそしてブレーキの効いたスプリット、三振の山を築くことができるのか沢村。1年間戦える基礎作り、その体作りというのを重点的に行ってきました。ロジンバックに手を当てて水野コーチもこの投手陣は全てフラットで見ていく、どの投手というのではなく全てフラットな面で見てローテーションそして勝利の方程式を築き上げていくと言っていました。打席に立ってマウンド感覚を養っていく沢村。今審判もストライクと判定ありましたね。これがブルペンを見つめているファンの皆さんです。今日もたくさんのファンの方がね詰めかけてくれています。真横からこの投球の力強さ見ることができます。今年は沢村の中で優勝の瞬間にマウンドで胴上げ投手になりたいという目標を掲げています。